プロデューサー、今日から本格的にご指導いただけると聞いて来ました。ただ指導手腕は大丈夫でしょうか？失礼します。如月千早、ただいま到着しました。早すぎたでしょうか？バスの時間が読み切れなくて。誰でしょう？顔なじみの方ではないですよね。失礼ですけれど、どなた？プロデューサー？うちの事務所のですか？噂はそれとなく。でも本当に新人だなんて。それにあの、まさかここで私たちと一緒に寝泊まりを？そんな、仲間だけでも不安なのに、見ず知らずの人となんて。常に他の誰かもいるわけですし。では外泊というか、そう割り切ることにします。でも活動は真剣に打ち込みますので。千早で構いません。あなたは？プロデューサーは上司ですから、甘やかさず慣れ親しまずでお願いできればと。それより先に決めてほしいことが。あの、期限を切ってくれませんか？合宿の期限です。未熟な私たちを鍛えるための合宿、そう理解はしていますが、無期限で誰かと暮らすなんて。なるべく早く一人に戻りたいんです。ですからゴールを決めてもらえればと。そういう問題ではありません。遊びではないですから。本当ですか？ならその日に向かってひたむきに歌唱力の強化を。でも私は本気で歌と向き合いたいんです。アイドルも歌手である以上、実力を認められてこそ。親しみやすさで切り抜けようなんて甘えですよね。許せと言われて許せるものではありません。私苦手なんです。にわかには信じられません。様子を見るしか。わかりました。従うしかありませんね。確かにこれまでのやり方ではうまくいかなかったし、でも周
りと親しむって、私がどうなってしまうの、この合宿。